こんにちは。こんにちは。はるかです。ベースの眠り姫です。今回お越しありがとうございます。ありがとうございます。今回は、皆さんの憧れ、はい。あと持ってる人はステータスなのかな。アバンテ系ですね。アバンテですよ。ねえ。いやー結構前から自分的にその間が開かなかったんで。はい。今日結構急だったんじゃないですか。そうですね。もうねちょっと急いで。はい。いろいろ細かいところを直しながら。ありがとうございます。持ってきました。はい。うちはこの2台ですね。ですね。今このアバンテのブラックスペシャル仕様のボディだけアバンテ仕様っていう、うちは逆で2011再販版のボディだけブラックスペシャルっていうよくわかんないんですけど上物だけ交換したら、そうなんです、綺麗にオリジナル、それが一番良かったんじゃないかって気がするんですけど、はい、まあ、見た目そんなわかんないかなですね。それと何を隠そう、真ん中に主役ですね。主役ですね。スター、はい、アバンテ2001か2001、ちょっと呼び名がね、自分のツイッターとかインスタでも言ってますけど、アバンテ2001なのか、アバンテ2001なのか、自分がなんか当時のなんか、はい、昔その2001っていう言い方をすごく聞いた記憶があります。ですか、なんかテレビか CM かですかね、PRC かグランプリとか誰かが言ってて、あ、2001かって思ったんですね。だけど今も2001年ちょっと自分のですね、自分の中だとなんかこのやつがアバンテ兄弟って漫画のアバンテ兄弟、はい、作品のやつなんですけど、なんかそれで2001って聞いたような気がするんで、自分はちょっとね2001って言い方しちゃうんですけど、何を隠そう再販されてないエアモデル、あ、じゃあすると思ってるんですけどね。そうですね、遅かれ早かれしてくれたら嬉しいんですけど、しましょう、ね、してほしいんですけどね、しましょう。実際イグレスの2013が復刻したタイミングで、ボディだけ、それその話を今日はねさせていただきたいですね。私ちょっとそこにすごい熱いちょっと思いがあって、ほほほい、どうぞ思いっていうか熱い出来事がありましてですね、どうぞそのちょっと2001なんですけども、はい、もともと、まあ、普通のこの2011再販版のアバンテを購入して、やっぱりこうキッズとしては、はい、やっぱりイグレスに目が行くじゃないですか。そうですね、アバンテ行ったら次はイグレスかバンキッシュかみたいなところで、やっぱりイグレスを欲しいなと思ってて、はい、イグレスを買うわけですよ、はい、そうするとおのずと2001というものがちらつくわけですよそうですね、で聞くとそのボディだけ再販されたと、はい、あ、それ再販じゃないか、まあそう、まあ、再販っていうね、スペアボディが出て、そのイグレス2013用というので出るんですよ、はい、あ、でこれ買えばイグレス写真に載せて2001が再現できるということで、それを買うわけなんですよ、はい、でそのボディを勝手にさ作って、ええ、イグレスちょっと出そうかな、あ、ちょっと、はい、すいません、動きをちょっとこう、ちょっと押し、これがね、あ、すいません、じゃあですイグレスを購入し、はい、この2001ボディを乗っけようとした瞬間、はい、事件が起こりました。ここのですね、はい、ここちょっと抜いてもらっていいですか、ここの穴にこいつが入んないんですよね。あので、まあ、でも説明書を見ると、はい、そのここをちょっと加工してくれとかそういう記載があって、切り上がれください、それはちょっとどうなんだろうと、このイグレスをこのちょっとやるっていうのは、はい、抵抗があったので、ここの部品だけを購入してきて、はい、それを夜中の3時ぐらいにこう削ってこう、はい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 、加工するっていうことをやってたんですけど、はい、その時にちらついたのは、あ、じゃあやっぱ2001の標準の車種が欲しいなっていう、やっぱりそういう、そうですね、それがあればもう別にいいじゃん、そっちの方がいいんじゃないコンパチよりやっぱり別々に欲しいですよね。そうなんです、イグレスはイグレス、これはこれで欲しいっていうことで、はあ、欲しいな、しかもなんかいろいろ見てたらいいのがあったんですよ、これ言ったらもう全て解決するんじゃないか、こんな木こりみたいなことしなくて ねで朝起きた瞬間、はい、もう目覚ましを止めるかのようにポチってましたね
それでこいつが来た。あの 手が早いんでこいつが来た、それで。でなんでうちに今これとソフトウェアボディがあって、あの5万円ですですね、はい、というちょっとここ問題は結構あったんですよね、はい、確かオリジナルのなんかイグレス、はい、当時もの88年の、はい、89年かな、そうと、なんか違う部品らしいですね、なんか高さが変わってたりとか、ほうほうほう、よりその強度が出るように、おだからダンパーもっとその立ててるのかな、ちょっと実際ちょっと見比べてはないんですけど、そういう話があって、その部分でちょっとね、このカット云々があったのかもしれないですね。うん、なんかこの辺この付け根がちょっと違うみたいな、なんか聞いたような気があります。あります、ちょっとまあ詳しくはないです、はい、なのでちょっとこういった苦労したっていうか、こっちの問題なんですけど、そうですね、まあこれで解決で大人パワーですね、ちょっと勢いで、はい、それもそれ悩むぐらいになってしまえというので、はい、来ましたね、去年の夏ですか懐かしいな、まあ、ね、というちょっとこう曰くつきというか、はい、自分的には思い入れのある、やっぱラジコンはあれですね、他のいろんなことと一緒で、あの勢い大事ですよね、大事です、勢いだけではちょっとここにいるような感じで、はい、ね、そうっていうちょっと入れのある2001でございました。そうですね、よく走りますよだと思います、うん、それこそこのイグレスとまたあのバンキッシュですか、バンキッシュ出しましょうか、お願いしますノールカーだ、ちょっと縦にしましょうか、ちょっとこれか入りますか、スペシャルさん、はい、支えてみましょう、あ、じゃあちょっとこっちに寄せましょう、なんかこのイグレスバンキッシュのなんかいいとこ取りじゃないですけど、そうですね、うん、合わせ持ったようなものを感じますね、今でいうそのハイブリッド的な、そうですね、いいとこ取りした、うん、ですよね、あれ発売順的にはそうなんでしたっけ、発売順的には確かアバンテ、バンキッシュ、イグレス2001か、そうですね、で最近というか、はいはいはい、復刻してからの、これ復刻されますよね、そうですね、本当いいですね、はい、いいことですね、当時ね買えなかった人とかも、そう、これもだから私はこのピンクホイール、はい、とボディを別途購入して2001に向けてるっていう仕様なんで、そう、この辺のあれは違うんですか、はい、まあ、あちらのあれとあっちの買えればいいんでしょうけど、自分の時はあの2011のアバンテがあの販売が終わっちゃってるタイミングでアバンテ欲しくなったタイミングだったんですよね、はいはいはい、それで当時もう中古で組み立てられてたブラックスペシャルがあって、うん、じゃあこれフルオプションのやつだったらこれにあの好きなアバンテ仕様にすりゃいいやつって、うん、はい、アバンテじゃないアバンテは、はい、まさにボディが変えるっていう、そうですね、だから自分なんかも結構もう多分何十枚と塗装してきましたけど、わお、失敗しても、まあ、買えるやっていうなんか変な安心感がありますね、いろんな車種とか車種でね、スペアパーツ用意してくれるとありがたく、はいはい、まあでも種類もありますしね、タミヤ模型さんはね、そのちょっといやらしい話ですけど、はい、ここのテーブルの上で総額がちょっとね、まあ、考えたくないです ね、ちょっと一応家庭が傾いちゃうかもしれない、はい、奥さんに言えない感じの、そうですね、はい、バンキッシュも再販されて、そうですね、自分持ってるのは再販なんですけど、 VQS こいつ最近好きなんですよ、私結構遊んでますけど、はい、この辺で走りますね、当時もちょっとボディの形的にすごい人気があったんですよね、やっぱアバンテイグレスが高すぎちゃって、あ、浮いちゃった、はい、そう高すぎちゃって、でこの全部樹脂版の車種のそのバンキッシュがそのみんなの買えるものとして、その安くアバンテ系の性能が試せるっていうので、すごい触れ込みが良くて、何気にあれですね、当時もののスポーツチューモードですね、そうですね、はい、いいですね、黒缶の黒缶が、はい、これもなんかいろいろあるんですよね、
シャフト短い問題ね。ああそうなんですか。あるらしいです。これは某人からああいただいた情報なんです。なるほど。ちょっと普通に販売されてるやつは短くて、はい、で多分こいつに多分標準最初の標準装備されて、はい、それのやつだけちょっと長くてそれじゃないとつかないっていうのがあるらしいんですよ。あらあらあら、運がいいんだよですね。うん、ちょっとあの細かいことは分かんないですけど、へえ、はい、今見てちょっと 今気づきました。はい、そう、うん、皆さん大好きな、そうですよね、スポーツチューモーターってあの黒缶のやつの最初の純正採用がこのアバンテ2001、まあ、ちょっとね、ちょっと GT チューバー、そうですね、はい、うん、で意外と知られていないっていうか、はい、皆さん分からないかもしれない、ボディ違うんですよね、ちょっと。そうですよね、この部分がなかったりするんですね、こっちの方だと。そうそうそう、私も本当微妙に違うですね。ウイングとかも見てすごい分かると思うんですよね、形がまた違う。オリジナルのアバンテに比べてあのエアロ系にというか、うんうん、こだわってる感じがしますよね。特にこのなんか、ね、マルチリンクというかフロントのこのトレーリングアームのところのその関節に隠すような感じでサイドシルというか、うん、サイドのエアロが沿ってるので、うん、かなりその泥付きとかにも有効に、うん、あの守ってくれるのかなと。今ついてないんですけどね、本当はここマジックテープで。ああそうですね、そこもちょっと違いかなと。あ、すごい好きですよ、2000以上のシーン。そうですね、この蛍光イエローがパーンってくる感じがですね、これもものすごい映えますよ。かなり、あれですよね、多分これ系で、これ系のアバンテ系で最後に出たボディなので、個人的にあのレーサーレプリカのバイクの、あの CBR とか NSR とか ZXR とかそういう感じのちょっと勢いというかノリがあるかなって。もうレサレフリカバイク大好きなんで、こういう躍動感のある勢いのある高性能をそのボディで語るみたいな。これ出たのが90年でしたね。そうですね、はい、1990年に出たアバンテ2001を2022年に語るっていう、すごい時代をまたいだですね。すごい人気ですよね。当時もやっぱ廉価版アバンテみたいな感じで、アバンテに憧れた人がやっぱり買った仕様ですよね。僕あの言われてるのがウィールベースがアバンテからちょっと延長されて安定志向、そのオーバーステアからちょっとアンダー志向になったような。でそうこの両端のアバンテがそのオリジナルアバンテ の幅、そのホイールベースですね、はい。それでそこから、バンキッシュになって、その樹脂写真になりながらホイールベースが、はい、この段階で15ミリですか、 1.5 センチ幅が伸びて少しアンダー傾向になって、神経質な感じがなくなった、おとなしくなった感じですね。それだけ仕事します私は。はい、ありがとうございます。で価格を下げるためにそのアバンテで採用されたあのアルミのピロボールとかを一切排除して、その樹脂のピロボールに変更したやつで成功して、でそれのカーボンのダブルデッキっていうのがこのイグレスですね。もうあの当時ね、帝王でしたよ私の言い方では。値段も帝王ですからね、うん、イグレスを買うってどういうことなのって、その過程みたいな感じの感覚でしたよ、はい、そうですね。アバンテですらあんまり持ってる人いなくて、はい、だから買えるようなもんじゃなかったですよ、そういう感覚じゃなかったんですから、ね、でまたあの当時 のタミヤ RC カーグランプリとかでイグレス 4WD レースみたいな親子大会とかで出てるから、ね、買えるのみたいな、イグレスばっかりしか走ってないやんみたいな、お金持ちしか出れないのかなみたいな感じがありましたけど、はい、そうですね。それがなんか今こうやってこう並んでるっていうのは悲鳴空間ですよね。ですもう大人の財力。そうです ね, ですね。だから自分当時自分の親父ぐらいの年になってこうなったっていう、ね、ちょっと罪な神谷さんって感じ。そうですね。それが分かってのね、復刻のブームみたいな、はい、はいはい、でまあこいつがね近々復刻
それ8月でしたかな。そうですね、予定として、はい、出るのでしっかり私は買おうと思います。今日来る前までちょっと悩んでました。やっぱ買いますわ、きっとね。はい、どうですかね。そうですね、分かるかな。あとはそう、ちょっと写真の話になると、そのアバンテの、2001はあのイグレスが出た後の、イグレスのまあ廉価版として、なのであの同じ写真の形、写真というかそのカーボンプレートの FRP 版ですね、はい。で、ギアボックスの話になると、あのオープンデフの中にあのプラネタリーギアが入ってるやつで、あの前後ボールデフになったりとかしたんですけども、こちらのアバンテの2001もデフはオープンのあのプラネタリーギアなんですけど、アバンテっていう名前がついてるんで、一応あのフルベアリング標準装備なんですよと、はい、やっぱそこがあのアバンテのプライドなんですかね。あのボールベアリング全部っていうのがすごいかっこいいと思う、はい。でもこのね、アバンテのフィードバックもあり、イグレスのフィードバックもありの贅沢仕様がスポーツチームモーターで専用のちょっと速いモーターついて26,000ちょっとで安い販売されてます、ね、そうですね、お得、だいぶお得な、だってイグレス4万超えてこっちも3万ですかね、はい、ですね、なんで確か26,000と2万、だいたいバンキッシュと同じ価格帯だったような気がするんですよ、なんで2台比べるんだったら、まああのバスタブのプラスチックのやつと、FRP のやつなんで、こっちの方がお買い得感はありますね。あとはね、アバンテに憧れた人がアバンテ直系の、ね、あのマイナーチェンジモデルとして買えるっていうので、アバンテ所有できるっていうちょっとお得な仕様でいいと思います。いいと思います、はい、はい、ぜひ、そういうカメを並ぶっていうのはね、なかなかないですよね、出ない光景ですよ、はい。今ちょっとね、初めてやってみて、この5台がこの机に乗ったっていうのも嬉しいですね。パッツパツにしたら、あの両方とも当初ね、辛い位置になったっていう、3台、4台限界かっていう話だった、はい、手持ちやるかみたいな話だったんですけどね、ブリック乗せて、はい、まあ、ちゃんと収まる、はい、どうでしょうか、はい、はい、見残したことはないかなって今自分に今問いかけてるんですけどね、大丈夫だと思います。今回あの今日の撮りの1本目ということで、そうですね、あのなんかまだちょっとなんか乗り切れてないかこっからちょっと上がっていくんじゃないかな気がするんです、はい、ちょっとね、次の動画もお楽しみください、お楽しみくださいませ、はい、では、ところで、そうですね、今回は以上になります、はい、では、動画見ていただいていい、ね、いいと思っていただいた方カメちゃんと言えてないですいいねボタン、面白ければあのチャンネル登録もよろしくお願いします、よろしくお願いします。では以上になります、ありがとうございました、ありがとうございました。